フェン、お疲れです。お疲れ様です。もうこのコーナー、そうですね。何回もここ通ってて、いつもね。横目で行っちゃうよね。ってこうやってあれなんです。今日捕まっちゃいました。今日はね、もうドフリーやったんで。そうなんです。今回のテーマ、あの選手実はまるまるなんです。ちょっとね、みんな知らないようなことをね。僕がここで言うとし。まあ選手内では僕が広めたんですけど、白井選手の英二ジの。 実はあいつ嘘ついて僕らに合わせてるえ普段の会話がっいや違いますでもこの連戦で本当にきついんですよ体 1>, うん、うん、1試合やる2試合目3試合目4試合目最近だと5試合目でほ、うんと厳しいシーズンなんですけど、うんうん、でも選手同士でやっぱきついねここ張ってるね、うん、って言うんですけどあいつ実は嘘ついて俺らに合わせて疲れてるって言ってるって 説が流れてて本当は疲れてない。あいつまだ行ける。はい、二週間前ぐらいか俺こいつ嘘ついてんじゃないかなって。やっぱりみんな疲れてて普通ケアするんですけど。あいつアホみたいに筋トレ入れてんですよ。さらに。はい、さらに。この間の何線でしたっけ？新潟戦新潟戦で。新潟戦ですね。やっぱ最後の方に一番苦しい時間帯にシュート決めたじゃないですか。うんうん。満遍のエミでベンチまで来ました。だね。で僕は足つってたんでこうやって行けなかったんですけど。 すごい笑顔で走ってみてあこいつやっぱ俺らに合わせてんだな嘘ついて確かに、うん、あのスピードも,もう普通のスピードでベンチを見て何本でも笑顔で試合始,、まね、始まったぐらいの位置、まあ、いじれば本当あいつ嘘ついて俺らに合わせてるんですけどほ、うん、本当のことで言えば素晴らしい選手だなっていうのもそうだよね本当にこんだけ連戦であんだけタフにねシュート打つ役割からボランチであとディフェンスライン僕とかサイドバック出た時のカバー、うん、まあようやってくれる本当は知ってるよね <laughs> 一番タフななんじゃないですかね僕今までいろんな選手とやってきましたけど、うん、あそこまでタフで戦えて頑張れてで僕たちが疲れてっていうのを合わせてくれる素晴らしい選手だなと思いますなるほど <laughs>、はい、合わせるところがねか5連戦も全部フルタイム出てあ,あいつは10連戦ぐらいないと <laughs> あとまだ足つったことないらしいんですよ <laughs> あそうなんや足つったことないとかあるんださすごいねバケモンさあいつは。さっき練習後みんな雑談してて、はい いや実は全然疲れてないみたいな感じで言ってたから、あ、本当ですか？いや全然大丈夫っすよみたいな。だからあいつら本当ロッカーで俺疲れた、きついわって言うと本当っすよねやばいっすよね。あそこ合わせるんやね。お前嘘つくなって。もう最近は言ってます。なるほどね。まあでも本当にエイジのおかげで助かってますチームは。うんそうやね。はい本当。じゃあ最後に天タの実は。僕の実は。こうみんな知らんことちょっとあるでしょ。一個ぐらい。 俺実こういうとこあんねんみたいないなやでも僕言えばそれを知られたくないから、うん、選手ともご飯一切行 <laughs> いかないよねもうファジアーン来て2年半やっぱり距離は全選手ととってますプライベートはもうコロナじゃない時からずっとね、はい、ご飯選手とプライベート行ったのは2回だけ椎ーくんに行くぞって言われたのと大ちゃんが前そういう人大ちゃんがね行ってくれたで、うんで特に触れることはないない 触ることはない。ないから。触れてもいいものは出てこないから。元気がいい。もう別でやろうじゃん。うん、そう別の方がいい。別で別撮りしよう。うん。元気がいい。元気が一番いい。声も出るしね。声も出る。うんうんうん。あとはだから一人の方がもうちょいなんか出ると思います。あ、そうやね。オッケーです。ケンさありがとう。はい、ありがとうございます。お疲れです。はい、お疲れ様です。